こんにちは、彩乃です。えー、今日も YouTube を見てくださってどうもありがとうございます。 皆様ごいかかがでしょういよいよですね、ここ最近ずっとアナウンスしておりましたけれども、大天使ザ・ド・キエルとスペシャルだって、スペシャルアシスタサポートかな、のアシタールが入っている、遠隔ヒーリングですね、いよいよ明日となりました。たくさんのお申し込みいただいて、大変光栄に思っております。そそして皆様れれぞ個人ででご自身のテーマあるとか 今の、えー、状況であるとか。 うん、心の様子だとかいろんなことのプロセスやえ感情解放とかいろんな変化がねあると思います、えー。いかがでしょうかえ今日はねそんな中で私ももちろん同じようにえ一つのその、えー、まあ、なんか決めてるそういったポイントですよね、遠隔ヒーリングっていうものに向けて自分のプロセスであこんなことがありましたっていうことをね共有したいなと思っております。えー、っとですね まあ今回のテーマ「許しでしたけど「許しっていうキーワードにねなんか直接的ななんか関係があるのかないのかなーっていうことまでいろいろ自分の中で、うん、思い出される感情とかあとは逆に何、えー、だろうなよ予想もしてないというか自分にとっては面食らうような感じの不安が出てきたりとかしました。で、えーとねまあ えとこれは私のすごい個人的な話なんで、うん、となんていうのかな、そういうことが皆さんに起きますよってことじゃなくて、私にとって今回はこういったものの、えー、解放っていうか、癒しのタイミングだったんだなっていうことなんですけど、 なんかねあのものすごい孤独感みたいになのがこう出てきてしまってで居場所はない、うん、自分が心から安らかに安心して過ごせる居場所がどこにもないみたいな私なんなんだみたいなさなんか急にそんな気持ちになってきたんですよねでまあうんいろんなことがねそういった自分のさうん言いよう言いようのない不安感みたいなのをまあ形で 作ってきたんんだろううなとは思うんですけど例えばほらすごく幼少期の時に、まあ、両親が不仲で家にいることが何より辛かったとか、うん、それからこう家をね、まあ、追い出されたのか飛び出したのか <laughs> そんな時でずっとこう一人で暮らしてた時は本当にお金がなくて、うん、食べるのが精一杯だったとかなんかそんな時期もあったりしたし。 うん、なんかいろんなね、うん、そういった自分のまあ、居場所っていうことですよね。どこに自分が心から心なんで安らげるっていうかさ、あここに帰ってきていいんだとか、そんな安心感というかね、そういったものがずっとないまま、うん、この何十年も生きてきたんで、 今はね、あの、家族もいるし、自分だって自由に移動することもできるし、うん、あの、お仕事をしてお金をさ、ああうんといただいていればね、それなりに子供のさ、幼少期の頃ほどのさ、あの、無力感みたいなもう何もできないっていう絶望的なね、あの子供の頃感じてた、そういった感覚はないんだけど、 でもさ、現実的にね、じゃあ自分が例えばさ、うんと、どこでも住みたい場所住めますよとかさ、うん、えっ、ー、と、誰とでもどんな風にでも付き合おうと思えば付き合いますよとか、そういったね、大人になったから選択肢が広がったりとか、自分で可能、うん、できることが増えたからって言って、根本的にある、その私の言いのが、言いよ、言いよがれのない言い逃れのできない言いようのない <laughs> 孤独感。まあ、分離感なんですよね、これって。えー、そういうものがね、また、わーっと上がってきましたね。で、あのー、今、小さな島に来てますけど、この、あの、周りにも友人とかいるけど、誰といても、 なんかこう不安に思ったりとか、はたまたね、ふとした時にさ、あれあの人とこんな風に、えっと、LINE でこう連絡取ったりして、うん、したけど、実はすごい迷惑に思われてたんじゃないかとか、わかりますこの感覚。負のループが始まるんです。え、じゃあもしかしたらあれも私の勘違いだったかも。うわ、ってことはあれもみたいな。でも、そんなこと、わかりようもないし、うん、どうしようもないことを、 もしかしたらっていうさ、仮のね、自分の不安や恐れによって全部バーって見えてきてしまうってうなんかそんなサイクルに入りましたね。 ね、ああ、来たなぁと思いました。遠隔ヒーリング、今回すごく許しいって自分にとっても大きなテーマで、何か自分自身に対するそういったね、うん、化してきてるものとか、うん、いろんな諦めてきたこととか、果たして自分の、なんていうのかな、はたまたこう存在そのものに対する何か、欠乏感みたいなものとか、なんかそれが全部こう、ひっくるめてたまたま、 居場所がないっていうキーワードとして私に見せてきたんですよね。で、うん。それを、あっと思いました。あ、そういう風なのが今、自分の中で、うん。あの、こう、もう、限界を超えてね、こう、溢れてね、それを自分から手放す。まあ、ある意味、それから卒業するじゃないけど、うん。そんなタイミングに来てるなって思いましたね。でもね、結構精神的にこう、きつかったですね。うん。で、えー、 そんな時に何をするかって、まあ友達に話したりしてもいいんだけど、あの、瞑想しました。深く深く瞑想しました。あの、一人で本当に。うんで、やっぱ正直しんどかったから、あの、えっ、ー、と、ザドキエル、大天使ザドキエルと、えっ、ー、と、アシュタールにね、サポートしてって、寄り添ってくださいっていう風に、あなた方と共にありますってことを言いながらさ、で、その瞑想してる時にさ、 ななんかすごい不思思議だなと思ってさうん目にね見えない思いとかましてやさいるんだかいないんだかわかんないようなそういった存在たちとさ私は何か説明できないけどそういった実証もできないけど本当につながってては切り離されたことなんて一度たりともないのにっていうことを分かりながら実生活を生きてる人ととかさ場所と 切り離されててるっていうそっちがなんかすごくリアルに感じちゃったりしてなんか本当に不思議だなぁなんて思いながらえっと心を静かに落ち着けてね、えー、瞑想してたんですけどその時ねいろんなメッセージっていうかいろんなことを感じましたね。で、ね、そういった自分の中にさうんとどんな形であれねそれが例えばうん 自分の偏見であったりとか自分の思い違いであったりしてもやっぱりやっぱ苦しいとかい怒りだとか許せないとか悲しいとかってそういうふうな状態で中にあるものって。 心の声として自分が聞かないと誰にも汲み取ってもらえないんだなっていうことをね、うん、感じました。で、あ、そうか、じゃあ自分が自分のそういった内側にあるね、声を聞かない限りは、ずっとそこにね、とどまっているんだって思ったら、じゃあ聞くって思って、うん、自分のね内側から聞こえてくる、あの時こうだったとかさ、うん、私はこういうふうに感じるから、これが苦手だとか、いろんなね、 もしかしたらあの人ってこうなのかしらってふわ思ってるとかわーっと出てきましたね。それを、うん、瞑想しながら目をつぶってただただ聞こえてくる自分の内側のそういった思いだけを見ているようなふう、えー、になりましたね。で実際まあこっからはあれなんですけどうんとエーテルコードをしっかりカットしたりねそれはエネルギーの。 なんだろうねコネクションしてるものですねそういうの一旦切って自分自身をしっかり整えて、えー、今ここにあるね大地と深くつながってそうそうマザースカーもねマザース母なる大地ですねこのからもうメッセージもらったんだけど私はあのあなたがどんな状態であっても。 あなたの居場所はもうここにあるんですよっていうふうに言ってくれていたようにも感じたかな。そんなことも、うん、今ちょっと思い出しましたね。で、えー、実は深い瞑想が終わった後は、ある程度ね、うんとこう、消化されるっていうのとまたちょっと違うんだけど、 うーん気が済んでるっていう言い方もあれかな,なんかほら例えばさ文句があってさ言いたいのに言えなくてうーって言ってるのさとりあえず言ったら解決してないけど、まあ、気が収まったからまあいいかみたいなさそんなこともあると思うんだけど自分の中でもねそういったことがあったんですよねでああそうかそうかなと思って少しふっと楽になってでここにね今いるところに座ってさずっと山の方を見てたらさ あれはトンビかなと思うんだけど高ではなかったかなすごい大きいのがさ翼を広げてさこうパタパタパタって一瞬しながらまたフーってしながらで何かのタイミングでパタパタパタって何度かこういうふうに羽ばたいてまたフーってこうさそのままこういうふうになってね風をつかんでさ回ってるんですよであ何だろう何か私に伝えたい。 伝えたいというか、自分が何かここから今受け取る瞬間だっていうふうに思って、まあそのね、鳥と、えっ、ー、と、すごくこう、意識合わせるっていうかさ、その鳥に、と自分をすごくこう、集中してこう、つなげてみるっていうか、それにだけ集中してみたり、いたんだけど、だそういう時ってほら、人によってはさ、うんと、鳥と、 会話をするとか言う人もいるけど、別に私あのその鳥からね、言葉をこうもらったとかさ、言葉で会話をお互いコミュニケーションをするとかすうことないんですけど、ただそこに意識を向けて共にあるっていう状態で、ふってこうね、つながったじ状態で、私がそこから感じられたことっていうのは、こういうふうにさ、ぐーって旋回するじゃないですか。で、ループしてるように感じるでしょって。うん。 ずっとずっと同じ場所を堂々巡りしてるように感じるでしょってだけど見ての通りそのまま上昇してるんだよってこうそうやって旋回しながら上昇していくんだよってその証拠に少しずつ少しずつ見えてくる世界が広がるんだよってどん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 え低かったところかららせん描きながらこう上昇して高いところに行くと見えてくる景色変わるよって言ってうわーっと最後。 本当に高いところまで上昇してってね、でふーっと隣のあの山の向こうまで飛んでいきましてね、それを見て、確かに、堂々巡り、まあ、なんていうのかな、うん、そういったサイクルに入ってる時とかさ、苦しいなと思うかもしれないけど、また同じかよ、またこのパターンかよって思いながらも、やっぱり、 ちょっとずつちょっとずつちゃんと上昇してってるんですよね。それってまあ、いわゆるアセンションとかさ、うん、スパイラルアップしていくっていうそのエネルギーの、えー、本質的なね、この拡張の、えー、仕方なんだけど、それをさ、見せてもらって、それをその瞬間感じて、そうかって、また幼少期のあれを思い出してとかさ、また一つ自分がその前に進んだと思ったら同じようなテーマに向き合ってって思いながらも、 あ、ゆっくりその時々で私が感じてることは違うし、うん、えー、関わり合ってる人も違うし、そうやって少しずつこうやって世界が広がっているんだなぁって思いました。で、やっぱその上にね、高く登っていくには、 風をつかむんですよだそれいわゆる波をつかむとかさ何か大いなるものに委ねるっていう感覚だと思うんだけどあるポイントでパタパタパタってちょいと頑張るわけパタパタパタってここだっていうところでアクションするその後は風をつかめばあとは何もしない方が逆にスーッとね登っていったりするんだなってなんかそんなこともイメージとしてねもろもろを感じました私は。うん。 あの本当にクライマックスも満ちてきてるなって感じがします、その明日の、ね、遠隔ヒーリングに向けて、自分自身の、うん、なんかそういった繊細さっていうのもすごく研ぎ澄まされてきていますし、だからこそいろんなことをね、うん、多感に感じたりとか。 しているんだと思うんですけど、そういうのもまあ受け止めながら、えー、まずはね、心と体をしっかり整えて、明日ですね、明日、えー、午前11時からですね、行っていきたいと思います。なので、皆さんももしかしたら、うん、そういった遠隔ヒーリングに向けてね、えー、しっかりと自分の意識をさだ、見定めた、うん、人、こそ、余計何か辛いなっていうフェーズに入ってるかもしれないんですけど、 こうやってね、旋回しながら登っていくあの鳥のようにループしてる。堂々巡りまたしてるんじゃないか。またこんな感じを、まだこんな感じを、あって思うかもしれないけど、どうかね、うん、それこそが素晴らしいプロセスだと、うん、知っていただけたらいいんじゃないかなと思いました。あとはたくさんたくさん自分のね、えー、内側にある思いとかを、うん、聞いてあげるっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい。 お申し込みはですね、明日朝午前9時までかなうん、受け付けてますので、まあ、この動画ね、ギリギリで見たっていう方でも、まあよ、夜の間でももちろん、あの、サイトオープンしてますから、えー、ご興味のある方にはご参加いただけたらいいかなと思います。えー、お申し込みサイトのリンクを概要欄に貼っておきます。 そう。あと、え、インスタグラムですね。えー、フォローを新しくしてくださった方とか、あと、いい、いいハートマークっていうのは、あれ、なんて言うんですかいいねじゃないのかなわかんないけど、とか、あと、ツイッターもね、えー、見てくださってる方とか、えー、本当にありがとうございます。ツイッターはね、どっちかっていうと、あ、ラフな私ですね。えー、ラフな私の日常を、うん、アップロードしてます。で、インスタグラムの方は、 えっと、日々私がパッとこう何かのスピリットから受け取ったメッセージを短くバッと書くとか、うん、あとはなんか自分の感じていることとかね。えー、その他にも、例えば、えー、ユニバーサンドのミーティングで行ったチャネルリングによる、えー、受け取ってるメッセージとかも、えー、少しずつね、皆さんに共有したいと思っていますので、えー、ぜひ覗いてみてください。 はい。では、ちょっとね、長くなりましたけど、最後まで、えー、見てくださってありがとうございます。明日遠隔ヒーリングご参加される方、どうぞよろしくお願いいたします。